どうもこんにちは、六本木スタイルの池田です。本日はですね、六本木にやってまいりました。今日なんで六本木かというとね、もともと私は六本木にずっと勤めておりまして、六本木で僕はどういう生活をしてたのかみたいなちょっと紐解いていこうかなというところでございますので、早速行ってみましょうか。あ、ちょっと見てもらっていいですか。誰ですか。知ってますか。うん、池ちゃん。買い物してた。どうもお久しぶりです。えいし、元サテンドール店長の井上潤さんです。はじめまして、よろしくお願いします。ついてきてください。エレベーターだよ。これエレベーターすごくない。ここ駅なん。ここ駅変わったでしょ。マジか。てかここだったよね前。そう、ここが出口で、ここから出入りしてる。ここに喫煙所があったんですよ。ここで一服してから店に向かって、で富士そばね、変わらない富士そば。変わらない。象徴、六本木を象徴するあのね、あのこの絵図がね、こう映ってます僕は。はい、水餃子もこれずっと水餃子じゃね。違う。いや、ずっと水餃子だよね。で、何を隠そう。ここで出ました、新規さんね。これです。昔24時間でライブ終わって終電が12時26分だったんですよ、夜の。でお腹空いたからって12時ぐらいに仕事を終えて、5分とか10分で1杯飲んで、そば1杯食べてダッシュで終電乗るみたいな。よくやってました。よくやってました。カラカンはカラカンの社長がよく歌いに来た。あれ銀だこないじゃん。あれないや。ここ昔銀だこがあって、もしかしたら日本で最初に銀だことハイボールを組み合わせた店かもしれない。こっち行ってみますわ。懐かしいなぁ。出た、サエラ。ここに寺井さん、直子さんとかが。六本木の旧サテンドール、あの控室がなかったんで、ここで控えてもらってたよね。懐かしいね。ここは本当に変わらない。そしてここですね。今も焼肉屋さんになってますけど、ここが旧サテンドール。旧サテンドール。サテンドールですよ、ね、六本木で一番最初に来たサテンドール。そうですね。サラボーンが来たのはここです。こうおしゃれだもんね、この辺とか。でここが今の麻布警察です。あ、こんなんなかった。俺ね、ここね、さら地だったもん、うん、ここが今の麻布警察。ガブはね、よく連れてきてもらってたな、井上社長に。ガブと、あとここのこれずっといつも並んでんね。並んでます。ここいつもランチ。ここランチもね。ここガラーっと並んで。ここ名店だよなこれ。名店。さて、あれ？これはイケちゃんはびっくりする。マジでびっくりするこれ。なんもないじゃん。マジで？何にもないの。もうマジでなんもない。いやマジでなんもないじゃん。ここにサテンドールがありました。ここにあのアネックスビルっていうでっかいビル、2棟並んでるビルがあって。ここ全部です。で地下ってどうしたんだろう。埋め立てたのも。埋め立てたんです。アビーロードっていうあのビートルズの曲を専門でやるライブハウスが地下にあったんですよ。めっちゃ鳩が戯れてるやん。何？いろいろこの辺も思い出深い。いやマジで何もないじゃん。え？これはちょっと衝撃だよね。あ、鳥重たまに来てた俺。あ、そう。うん。だよね。そうだよね。一覧あった、ずっと。これ何気にアネックスだったんだね。そういうことなんです。マジかよ、すげえ。え、ジョジョ園。あれジョジョ園ここに来たの。そう、あれ向こうに、あそこにあったのがこっちに来ました。だけど本当にすごい変わった。この辺は変わってない。変わってない。これ変わってない。変わってない。小諸そばね、懐かしいねこれね、うん。井上社長が糖質制限してる最中に小諸そばだけチートデイって食べてたよ。そばは大丈夫だ。そばは大丈夫だ。そばは大丈夫だ。ここはよくあの有名な方々。ロバタ焼きですごくこれでね料理を提供するんです。あ、そうマジか。ミッドタウン丸見えやん、うん、上映して。ほらミッドタウン丸見え。もうちょいミッドタウン丸見えになってたら俺ももうちょっと変わってたかな。あの時全然見えなかったからな、ミッドタウンの美濃島は。時代は流れてますな。ないな、もうない。六本木に僕が戻る場所はございません。ということで日吉で頑張ります、ね、ここまで跡形もなくなってると思ってなかった。
こうなった時にはもうちょっとショックで俺もしばらく放心状態。いやなるよ。マジ？いや不思議なものだろ、六本木ってこうワンブロック離れると別の街みたいになっちゃって、向こうに移転するとほとんどこっち来なくなっちゃうんですよ。森ビルと第森ビルと六本木と奏でる乙女と池田本木祭り開催を記念して作られた。でマハラジャディスコの再現ブームができて、マハラジャがマハラジャその裏にできたのが今こっちに来ました。あ、そう。今芋洗い坂。マハラジャは今ここに来ました。はいはいはい。クラブディスコで僕らがよく走った文房具屋さんがここに来ました。あ、ここに来たんだ。かっこよくなってるよ。うん。アルファノート。であそこにスキヤって見えるんですけど、そのスキヤの下にエレクトリック神社っていうちょっと面白いお店があって。ありますね。あそこで僕はいろいろミュージシャンとの文化交流をそうですねさせていただいて、まあ池ちゃんもよく行って大騒ぎ。僕はあそこでキングヌーのユウ君と初めて知り合った。そうそうそう、今ドラムのね、うん、すんごい酔っ払ってて、すんげえ酔っ払ってて、相手はキングヌーだっていうのにイエーイって言われてよかったよーかなんか言ってやってたね。懐かしい。でもまだね、その時キングヌーってまだなんかでかくなる前で、これからデビューします、デビューすんすよみたいな感じだった。あそこの店から出てきた大物はいっぱいいますからね。石若俊とか。石若俊もそうだね、うん、わあ、ここの郵便局もよく来たわ。なんかもうあの頃さ、はがき出してたから、はがき全盛期だからさ、これ出してきてっつって、あそこからめっちゃ走ってきて、こもう5000通ぐらい、何この人たちみたいな感じでよく見られてた。あそこに見えるのが六本木サテンドール。サテンドールですね。まあもう僕のサテンドールではないですけど、ないですね、イメージはね。このビル、グリーンビルって言うんですよ。で、なんだか知らないけど、井上社長が引っ越すときに、俺のラッキーカラーはグリーンじゃって言い出して。あ、でもそれずっと言ってるよね。あ、本当。だってサテン、旧サテンドールの時もメニューの色がグリーンだと。あ、そうだね、そういえば。そうで、グリーンビルだからロゴもグリーンに変えようと。はい、ということでね、だいぶ歩きましたね。 お招きいただきありがとうございました。ありがとうございます。楽しい時間を過ごさせていただき、最近池ちゃんぽはゲストありよくね多いですから。今日あっという間でしたね。あっという間でした。ちょっとね、実際歩いてたの30分ぐらいですか。ぜひ私が次出れるように、皆さんシェアといいねと登録と、はい、ということでね、はい、本日は、元サテンドル店長の井上潤さんでございました。お邪魔いたしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ行きましょうか。はい、ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。